足元が立つのが悪いということですけれども、本当にたくさんの皆さんにお集まりいただいてありがとうございます。市民連合、正式的には安保法制の廃止と立憲主義の回復を求める市民連合、略称で市民連合と言っていますけれども、今日シンプリウム初めてでございます。2015年の安保法制、戦争法制に反対する運動を共に戦い抜いた5つの団体が昨年の12月に市民連合を結成いたしました。半年の安保法制、戦争法制を止めたい、そういうことで私たちはやってきたわけですけれども、安倍政権は9月に強行採決をいたしました。そして今なおこの安倍政権の暴走は止まっていません。国会では今度の参議院選挙で3分の2を取って憲法を改正するなどということを安倍政権は今言い続けています。そして3月の末には私たちが反対をしてきた戦争法制が施行されるという、そういう事態を今前にしています。私たちの市民連合はこの戦争法制を廃止する、立憲主義を取り戻す、そして私たちのこの社会が人権を尊重する、そうした社会にしたい、そういう申し合わせで様々な行動を通じてこれを実現するということを目指しています。特に来たる参議院選挙で何としても安倍政権のこの暴走にストップをかけ戦争法制を打ち破っていきたい、そういうことで野党の共闘を呼びかけています。なかなかこれは難しいことなんですけれども、私は改めて申し上げますが、私たちがこの野党共闘を諦めたらそれで終わりだと思います。今私たちが難しいから絶対に諦めるわけにはいきません。今日のこの討論、そうした目的のために行います。どうか市民の仲間の皆さんにお願いしたいんですけれども、粘り強く諦めずに最後の最後までこの野党の共闘を実現して参議院選挙で安倍政権を打ち破る、そのために力を尽くしていただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。